結構リクエストが多かったあの本紹介をしたいと思います。で、私はもうちっちゃい時から本を読むのが大好きで、結構いろんなジャンルを読んだりするんですけど、まあ、今日はね、今年読んだ本、そして私にとって大事な本を何個かピックアップして紹介していきたいと思います。はい、では早速まず一冊目紹介したいと思うんですけど、こちらコーヒーが冷めないうちにという小説で、これ私何回かインスタだったりとかに紹介したことがあると思うんですけど、それくらい大好きな小説です。で、これはストーリーが喫茶店が舞台で、その喫茶店では過去に戻れるっていう設定なんですよね。でも過去に戻れるんだけど未来は変えれないっていうルールで、だからどういう人が戻るんだろうっていう感じなんですけど、まあ、いろんな登場人物が出てきて、で過去でこう言い残したことだったりとか、それ伝えたかったことを、まあ、伝えるというすごい心温まるヒューマンドラマがいっぱい入っていて、こちら映画化もされてるんで、私も映画見たんですけども、本も涙止まらないし、もう映画ももう途中、真ん中よりちょっと前ぐらいからもうずっと涙止まらなくって、で一緒に友達行った子もなんかもう涙止まらなくて、終わった後にすぐもうトイレ行こうみたいな感じで、でもそれくらいこう温かい涙、こう悲しい涙っていうよりかはもう温かい涙がもうずっと止まらない、心温まるストーリーです。で、これ1冊目なんですけど、続編が2冊あって、そちらもおすすめです。ぜひ読んでみてください。はい、続いてはこちら、英語版だと The Art of Loving で、日本語だと愛するということという、これはすごく有名な本で、実はドイツの精神学とか、あと哲学を研究されている有名なエイリヒ・フロムという方の、まあ、有名な本で、これはですね、ちょっと思い出があるんですけど、まあ、私が恋愛ですごい失恋してしまった時にすごい刺さった本です。で、本当に良かったから、私の友達とかがそういう恋愛に迷ったりとか、まあこう悩んでしまった時にこの本読んでみてってよくこう言って、その友達が読んですごい良かったといつも評判を、まあ受けている本です。本当に名言というか、すごい刺さる言葉がたくさん出てきて、それで読んでるうちにすごい救われるんですけど、その中でも私がお気に入りのクォートが、英語で言うと In love, the paradox occurs that two beings become one and yet remain two。 で、こちら日本語版はですね、愛においては二人が一人になり、しかも二人であり続けるというパラドックスが起きる。はい、これが私はすごい忘れられなくて、この本を読んだ時に、まあなんかこう人を好きになってて、例えばこう関係を持ったとしても、お互い自立していなければいけないっていうことを多分言っていて、こうお互いにこうなんだろう、依存しすぎちゃうとやっぱりそれは成り立たないし、でも自立して中でも2人で一緒に続けるとか、あり続ける、それが本当の愛みたいなことをすごく分かりやすく言葉で説明してくれて、それが10代の時の私にすごい刺さったんですよね。はい、そんな風に私は愛を学んでいます。ちょっとね、内容最初入りづらいというか難しいなって最初思ったんですけど、読み進んでいくうちにすごくその恋愛とかその愛情っていうものをうまく説明しているというか、こう感情だけではない部分を全部説明してくれる、いい、本当にとにかくいい本なんですよ。で、まあ私のちょっとバイブル的な本になっているんですけど、こちらぜひ読んでみてください。染みます。はい、続いてはちょっと小説とはまた違うんですけど、こちらの、まあ、写真集というか、こちらね、分厚い大きい本、これはAccidentally Wes Anderson っていう本なんですけど、ウェス・アンダーソンって映画監督、私が大好きな映画監督で、その彼の世界観をなんかこう表現する景色、その
いろんな国にある景色を集めた写真集なんですよ。でこちらもともとはインスタグラムのアカウントがあって、そういうアカウントがあって、それが、まあ、本になったという。これ私が大好きなあの友達が誕生日にくれた本で、もうね素晴らしいんですよ。そのインスタグラムアカウントぜひ皆さんもチェックしていただきたいんですけど、こういうのを見て、あこの国行ったらここ行こうとか、なんか思えるような、こう地図とかもねちゃんと載ってて、私が何個か行った場所も出てくるので、もう見てて楽しいというか、もうウェス・アンダーソンの世界観も大好きなので、これはお気に入りのこう写真集です。はい、そしてラストはまあ一人の小説家を紹介したいんですけど、このね原田マハさん、多分好きな方たくさんいると思うんですが、もう今年一番ハマった本はもう全部原田マハさんの本で、まあ、これ以外にもまだまだ家にあるんですけど、もうね初めて読んだ時衝撃で、一番最初はこのゲルニカを読んで本当に面白かったし、私自身もあのゲルニカを見に行ったことがあって、スペインで、でそれをまあ元にしたこう小説で、こう昔とねあの現在ね、こうなんていうの、も来たり戻ったりする小説で、すごいいつもでも原田マハさんを読むとすごいなんかストーリー構成がすごいなーって思って、オチもねいつも面白いんですよね。なのであの絵画好きにはたまらない原田マハさんの小説なんですけど、あとね楽園のカンバスもすごい面白かったね。ね、でこちらはアンリ・ルソーがメインになっていて、私アンリ・ルソーそこまでまああんまりなんだろう、私が好きな画家の一人ではなかったんですけど、これを読んだらなんかちょっと好きになっちゃうというか、なんか自然と詳しくなるし、そのアンリ・ルソー の絵だったりとか、そのどういう人物かだったりとか、だからそういうのも学びながら、でも小説としても物語としても楽しめるのが、まあ、原田マハさんのこういう絵画シリーズで、まあ、他に今ちょうど読んでるのがその太陽態度も沈まず、こちらゴッホのお話 でこのジベルニーの食卓もすごい面白かった。これは印象派 のモネとかが結構主要人物で出てくるんですけど、本当にいいよね。その時にこうなんだろう、戻れるというか、そこに自分が一緒にいたみたいな感覚になるのでおすすめです。でもう一つはこれも原田マハさんなんですけど、総理のこと、こちらもね映画化されるそうで楽しみなんですけど、まだあと少しで読み終わる。でこちらはあの絵画シリーズじゃない小説です。なので初めてその絵画系じゃない原田マハさんの本を読んでいて、でもあのすっごくこれも面白いんですよね。これ日本で初めての女性総理大臣の旦那さんの視点で描かれたお話で、これねもうオチがどうなるのか、もう今オチに向かってるからすごい楽しみで、今年中に読み終わりたいです。続いてはこちら谷川俊太郎の幸せについて。こちらちょっとした詩集なんですけど、知ってねあんまり私はこう読んだりしないんだけど、もっと読みたいなって最近思ってて、まあ、その中でもこの幸せについて、偽の幸せと本当に幸せ両方とも美しい、見分けるのは難しいとタイトルに書いてるんですけど、なんかこう重い感じじゃなくって、こう幸せとは何かっていうよりは、こういう瞬間が幸せだよねとか、そういうのが結構身軽にというか軽くたくさん書かれていて、なんかすごく読みやすいんですよ。だしハッと気づかされることもたくさんあって、こっちちょっとね今日紹介した中でまたちょっと違うジャンルになるんですけど、おすすめです。来年ねもっと詩とかについて勉強したいなと思っていて、自分が読む本のジャンルもどん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 こう広げていきたいし、あとなんかもうちょっとなんだろう、ノンフィクションも読んでみたいなと思います。結構私は映画とか
ドラマとかはノンフィクションが好きなので本でもねそれを自伝とかもちょっと興味あるかもしれない。そういうのもね来年は読んでいきたいと思います。ということで今日はたくさん私の本棚から厳選した本たちを紹介しました。いいよね本って。でも本をさ忙しいと読む時間をなんかこう見つけるのが難しいというか、まあ、ちょっと言い訳になっちゃうんですけど、でも本を読む時ってその、まあ、小説だと特にその世界に没頭したいっていうのがあるから結構その読む時間場所とかこう考えちゃうんですよね。私はこうなんだ移動中にババって読むんじゃなくってなんかお家で寝る前にとかオフの日にコーヒー飲みながらとかそういうちゃんとした環境で私は読みたくなるので、忙しくなると本を読み始めてもなかなか進まないんですよ。でもハマると2日とかで読んじゃうので、なんだね来年はもっともっといろんなジャンルの本を読みたいな、もっと読みたいと思います。あの数もね、なので来年はどんな本に出会えるか私も楽しみです。今日の本ね、概要欄で全部ちゃんとリンク飛べるようにしておくので、皆さんもぜひチェックしてみてください。あと皆さんのおすすめとかも知りたいです。なんか結構ミステリー系も読んだりするんですよね、私は。なので皆さんのおすすめの本や作家さんがいれば、コメント欄にぜひコメントしてくださいね。こうやってみんなでシェアしていくのいいですよね。はい、では今日も最後まで見てくれてありがとうございました。いいねとチャンネル登録も忘れずにお願いします。ではまたね。体調に気をつけてください。寒いから。She's a